さあそれでは、ね、いや楽しみな、これマジックプレイヤーとしても楽しみな試合ですね。バスケ抜きでも全然見たいマッチアップですけども、こんな間近で見れるなんて僕も嬉しいですよ、これは、ね、ですよね、はい、これはお金払って見る価値のある試合ですから。そうですよね、これはだからちょっとバスケタイム様子見ますよ。はい、これはね、ニコ生と会場でね、無料で見れるっていう、この今の日本のマジック事情は神です ね、 そうですよね、はっきり言って。さあ顔が好調して、だからこの仕掛け合い、そうですね、プロならではのなんでしょう、では見たいですよね、はい、どうやって仕掛けてくるか。同じアブザンでもジェイセンさんの方ちょっとアグロなんですよ ね、 そうですね、タイプがちょっと違うんで、はい、つむら君の方はコントロール寄りということで、長期戦になればつむら君の方が有利、まあ、カード的には、はい、ただ押せ押せということもあって、そうですね、間に合わない場合も、はい、序盤にタップインランド置いてるうちにジェイセンさんが押す可能性は大いにあると、うん、カードがすごいすごい折り曲がるぐらいジェイさん、さあ早いですね、ゲーム始まりました。一旦目は試行が来い、早速、まあ、津村君のデッキからすると思考学校痛いですね。痛いですね、はい、アブザン、アグロ同士ならそこまで痛くはないんですけども、コントロールとなるとプランを作るカードが奪われるので、はい、でその手札を見て向こうも攻めっ気が、はい、プランがね立てやすくなりますから。さあこれはライオンが出たのかな、ライオンですね、ライオンが着地、早いターンで出るとなかなか手のつけようのないクリーチャー。いやー、これはウィリアム・ジンセン VS 津村健二、これはプロツアーのフィーチャーマッチと言っていいでしょう。3点もらった、15対15、囲いとダメージランドの分のダメージはもう気にならないぐらいの、お互い思考学位を打ったところですね、はい、お互いにそして差異を抜き合ったと。まあそれだけ差異がやっぱこのマッチアップはね、はい、4体目着地、4ターン目着地の、うん、トランプルですから、うん、戦術、さつまがここで戦術、この除去が一旦遅れることが命取りとなるか否か、うん、2マナの除去までしか、でもしかも4マナ立ってますね向こう、はい、さあここはアタックしてライオンでライフを削ってからのあのフェンザ、攻めっ気にあふれたプレイング、このアブザンの勘であるあのフェンザがねまた大活躍なんですよね。これは確かに、これが出てくると墓地にクリーチャーが落ちなくなるんで、つむら君のタシグルがあまり機能しなくなるんですよね。そうですよね、そのあたりもメインで入れてますもんね、はい、さあ単純秒でライオンは除去しましたが、あのフェンザが生き延びていると。残り8点まで削られてます。しかしここはライフが減ってても思考が濃 い、 濃い、落とされたのは英雄の破滅、ドロモカが残ったのかな、はい、ドロモカの命令が残ってます。これは十分に強力ですね。そしてここしかないというところでアブザンチャームでリムーブを仕掛けていきました。相手はターンエンド、はい、そしてウィリアム・ジェンセンさん、ここでコントロールできそうだな、手がなんだ止まりましたね、ここで。しかしバスケラウンドが怖いですね、残りライフ6なので。つむらマジックなし、バスケだけで負けちゃうよこれ、危ないよ、危ない、攻めた、早く森本さん、バスケラウンド どのタイミング来るか楽しみではありますけども、ちょっとね、つむら君を応援したいんだけども、まだ1戦目ですので、追加のあのフェンザー、いやでもつむらデッキ的に攻められへんからな、これバスケバスケバスケで死んでしまう。そうですね、バスケバーンで行かれる可能性が。さあバスケットバスケットバスケ、はい、後だ後だ後だ、ダンクはダンクモードか、ダンクモードか、ビーストアンリッシュと、おー、ダンクだ、ダンクを見せてくれた、アーキタイプアブザンダンク、ウィリアム・ジェンセン、すごい、つむら君頑張って、さあつむら君、リリアナが応援してるよ、つむら君応援してる、怖いもん、リリアナが応援してる、リリアナが、でもどこかジェンセンの味方っぽく見える、確かにベールの呪いにかかったか、リリアナがキスしてって、つむら君に色仕掛け、さあそうこうした間にジェンセンが、ね、黙々となんでリリアナは負けてる方にブーイングをしてるんだやはり日本人の敵なのか、つむら危ない、
つむら君もこれあかんわ。これ残り5秒残り5秒そこまでストップ。さあバスケラウンドのスコアジェンセン33 VS 8 25 points 25 はダメージ1本目は25点ダメージで1本目はね、OK、ジェンソンがつむら選手2ポイントインスタントやからインスタント2ポイントいきますか。 OK、バスケットボールダメージ can prevent this。 つむら選手2ポイント2ポイントバスケ2ポイント、うん、ハンディキャップハンディキャップ for つむら1シュート for 2ポイント OK。OK、 男らしいです、ジェンセン、お呼び立てて。余裕の家、余裕の家や。余裕のサムズアップ。OK、さあ、サイドをね、サイドをチェンジします。まあ、倍にしたところで16対33ですから、いや、すごいっすよ、やっぱり。話にならない。17点入ってた。17点入ってるとか考えると。やっぱり17点入って負けていたっていうね。それは無理やろと。こんなにバスケが影響すると思いませんでした。いやプロプレイヤーも体力って大事だなと。いや、そうなんですよ。改めて思いましたよ。何回もね、ウィザーズの方がこのイベントに向けてバスケの練習僕も行ったじゃないですか、はい、しましたしました。まさかのね、30点超えをそんな叩き出してくるとはね、スモラはトリプルにしてくれと思ってなかったんですよね。トリプル、ダブルがきつい。なるほど、トリプル。ジェンセン、ワンシュートフォースリーポイント OK? OK! OK! 男だ。一度このチャンスもらいましょう。このチャンスもらいましょう。ハンディキャップ、ここまでハンディもらって負けたらね、もうまたもうもうね、モザイク処理で、はい、モザイク処理でしょう、はい、電動剥奪もありうると。モザイクつむらになってしまう。45分までこの試合はあと20分あるんで、まだ余裕ですね。ゆっくり見たいこの試合。ヤマケンプロも見守ってるぞ。つむけん、ヤマケンさんも見てる、まあ、ここチームメイトに恥かかしたらあかんでというところで、みんな見てます。お客様集まってきましたね、いい感じに、ここでね、やっぱ真剣な眼差しで、みんな見てます ね、 ね、やっぱりね、このサイドボーディングがね、はい、このプロ同士のサイドボーディング俺結構見たいんだよな。普通に見たいですね。いや普通に何をインして何をアウトするかというのは気になるところですが、だってまだカードの全貌は見えてないわけじゃないですか。はい、先生も疲れたと、さすがに疲れてきたと言ってる。さすがに疲れた、先生疲れたと、この試合で終わりにしてくれと。Looks very tired。 我々もでもずっと出っ放しですよ。そうですよ、ちょっとね、休憩もないですから、トイレ休憩行きたいぐらいですけども、頑張ってこの試合だけは中継していきます。トイレはさすがに行きましょう。トイレは行きましょう。残りのメンバーでなんとか場を回して、はい、さあゲームの方始まりましたね。お互いに展開がやっぱりプロプレイヤーなんで8秒しか経ってないですけど、もう盤面できてますからね。お互いこれは最初からいたのかな、このクリーチャーは。ジェンセンさん1ターン目から、はい、メインから入っていく、始まりの日の管理にはメインから入ってますね。アブザーグロの1ターン目のアクションとしては優秀。さあそして続いてはライオン、これには単10秒、ただしショックランドからダメージを1点受けます。まあでもライオンはやっぱ怖いですからね、はい、なので18対19と、まあ、テンポよく除去できたのはいいと思いますよ。ここで3マナ立っての返す、なかなかまあ強い動きだな。はい、管理に行ったらととりあえずね、さあこれもサイズアップしてからの単10秒でジョコと。さあジェネさんは選手としてボトムに送ってターンエンド、これは見ものですね。これはプレーがしっかりしてるからね、見ててしっかりしてますか。何も言うことがないんですよこっちがね。いや、うん、確かに。いやでも2ターン目に津村が単10秒を手札にあるにもかかわらずいちいち打たなかったり、うん、相手のラインを見越して手札にがめるみたいな。なるほど、の速さと的確さ、
まあ、あとはまあお互いがこうバスケラウンドに向けて必死で息を整えてるところが、そうですね、呼吸を整えてる感はすごいあります。勝負はマジックじゃないとお互い分かってるんだよ。もうさあ、ドロモカチャーム、ドロモカコマンドが見ました。軽減されちゃうから、このトップは強いですね。はい、このドロモカコマンドはこのゲームのルール上バスケダメージを軽減できるんですよね。軽減できます。これはつむらく手札に持っていてください。これは人生に後で教えてあげましょう。ダメージを軽減できますから。これは知らなかったらゲームに影響を及ぼすプレイですからね。登場切ります。このゲームはやっぱり2回連続やると体力をだいぶ奪われますからね。え、 なるべくバスケタイムは1回でゲーム終わらせたいと、なんかどことなくジェンセンの笑顔が減ってる気がするんですよね。どことなくね、プロツアーのガチの試合と同じモードになってる感じがしますけども、ここはラクシャーさんのシアターへ、そして管理人追加でターンエンド。でも下の能力は使えない状態ですね。そうですね。あ、いや、黒はない。あります、大丈夫です。白か黒で払えるので、ラクシャーさんは使えないですね。ラクシャーさんは使えないと、管理人は能力が使えると。はい、ラクシャーさんは無理です。緑黒ですもんね。そしてつまらくのターンエンドっぽいので、ここでメールで使うのか、コマンドを使ってシアタイを除去、まあ、この隙にという感じでしょう。管理人はこれで3差になりました。ただアブザンチャーム見えてるんで、管理人にあんまりねマナーを使いたくないというのも、テンポよく除去されてしまいますから。さあ、これは見守るお二人の表情も真剣ですね。どうですか、大川さん、感想は。全く、呼吸をしてないです。呼吸をしてないですか。はい、いやいや、バスケしてものすごい呼吸整えてると思います。呼吸してないですか。真剣です。無呼吸 MTG。 無呼吸 MTG やってます。いや、やはり世界の頂点に立つような男は違うなと。これ手札がなくなったのかな。すごいですよ。さあ、ジェンセンさんはここでバスケボールタイム。バスケボール。さあ、つぶらくん3倍だからね。3倍ですから、得点3倍よ。さあ、シェーファーが今プレイングのアドバイスを、45度から投げろと、シュートは45度から。そのアドバイスをあまり聞いてない。そして出ました、確実に入れていく前線のこの確実なバスケットボール、超怪奇名物前線ストーム。すごい安定感ある。ついていけてないよ。これはね、めくれないですよ、この数は。前線ストーム、得点ガールが追いつかない。そう、得点ガール追いつかないスピードでシュートする。得点ガールが2人いるぞというところの、つむらくん頑張って。つむらくん3倍でもあかんで、これは。残り10秒、一本一本大事に。いや、3倍もらえるからね、つむらくん。これそしてジェンセンだぜ。余裕のジェンセン、40、40ポイント、40ポイント。つむらくん3倍して30 10ポイント10ポイント。10ポイントどうします ?10 ダメージ。10ポイントダメージ。つむらくん、見たことない表情だよ、これは。2倍やったら負けてたね、今の。2倍やったら、20点くらって終わってた。2倍ならバスケラウンド1キルでした。4倍もらって同点。2倍やったら負けとったっていうの、恐ろしい。44点入れてきましたからね。44。今ワールドレコードがシャハール・シェンハーの46で46ってことは 1.5 秒に1本以上シュートが入ってると、そういうことですね。化け物ですね、やはり。さあ、カメラに映ってるのは世界チャンピオンであり、ワールドレコード保持者、このバスケマジックワールドレコード保持者、バスケの方でも今大会記録を持ってますシャハール・シェンハーさんですが、ゲームは今ってます、ね、やっぱ気になるんです ね、はい、ね。まあ、両名ともね、知り合いでしょうから、これがいいんですよ、この呼吸が整ってないのが、ね、今までのマジックでは見ることのない。プロツアー決勝ラウンドなんかでも、ね、やっぱ汗はかきますけど、普通の汗ですからね、これは。緊張の汗ではなくて。さあ、
まあ、津村君はここはライフを守っていかないと、はい、残り7点ですから。まあペスが着地してるからランプルでダメージを与えていく。このデッキには強いですね、やっぱペスが。そうですね、気候はいないでしょうから。はい、トランプルが怖いぐらい。うん、あれ津村君あるよ、これこれはまくれる可能性がかなりありますね。アブザンチャンまだ手札にあるんで、バスケラウンドさえ頑張れればあるいはというカード引くか。いやでも3点は怖いか。津村かなり時計を気にしてる、時計を気にしていると。早くしてくれと。ある意味プロツアー本戦よりも時計を気にしている。このまま押し切らしてくれと。バスケタイム挟むだと。バスケタイムは3分ないし4分、区切りのいいところで突入しますが、1本目をジェンセが取ってますもんね。はい、さあオレスコスのブリマーズ着地。しかしアタックはいけませんね、こうなると。そして津村君のライオンが怪物化。こうなると鉄壁ですね、もうやっぱ、ね、ライオンで攻めつつ、おっとさらにホイサイも追加。3点回復しても焼け石に水っていうのは寂しい。確かに5が8になってもね、今5が8になっても関係ない。バスケ、ないんですよ、バスケ1回で吹き飛ぶから。もうウィリアム・ジェンセンはバスケ1回で20点以上持っていくプレイヤーですからね。ありえますよ。さあバスケ抜きだったらどういう試合になってたかも気になりますけども、これはバスケマジック、たらればなしにしましょう。この余興をプロツアーなさながらの真剣な表情でプレーしてくれるお二人にまずは感謝したいところです。さあ時計は間もなく3分になりますが、強いクリーチャー2体でアタック。はい、包囲祭と羊毛盾神のライオン。ジェンセン受けましたね、受けました。ノーライフ4対8まくってますよ、津村さん。そして3分経過、バスケタイムいかなくて終わるのか。4分まで、これ4分って考えていいですか。4分でいきたいと思います。なるほど、次のバスケタイムは4分から開始。インターハイ経験者2分の5、森本さんの的確なバスケジャッジングによる、まあ、ちょっと今津村君に2本目取らせてあげたい気持ちが。おっと英雄の同士アジャニ、アグレッシブなカード出ましたね、まあ、プラス1カウントを乗せました。おーソリンでオールイン勝利と。すごい、ナイスナイス。 This is ソリンでプラス10修正かけて反対を続いてアタック、はい、オールインで勝利と。さあしかしですね、これで1本ずつですか。これで1ポイントずつなんで3ゲーム目に。ネクストゲーム、バスケットボールで3倍のハンデをもらってやっと1本取るの。やっと1本取りました。いや2倍やったら死んでたから。2倍やったらもう死んでたから、とっくにゲームが終わってる。3倍もらうしかないよ ね、 ね、2倍は勘弁してくれと。そうですね、ちょっとそれがバスケまで。いやローリーさんも楽しそうだ、これこれ見てる視聴者の方も絶対楽しいでしょうね、これ ね、 ねコメントがねリアルタイムで追えないのが残念ですけども。そうですよね、でも意外といい勝負ですよ。このバスケが入ることによっていい融合ができてる気もしますけど、はい、スポーツと知的スポーツの融合、はい、いわゆるチェスボクシングというジャンルがあったりしまして、チェスとボクシングを交互で行うと、それを元にしてるとは思うんですけども、いい感じですね。いい感じで、僕はここに来る前に、まあ、オリビエ・ルエルっていうもう一人の殿堂入りプレイヤーと個人的に会ってきたんですけども、オリビエさんはボクシングマジックがしたいと言ってました。それはちょっと危ないので NG ということで。さあそしてバスケマジック試合開始です。泣いても笑っても最後の勝負、3本目、先手はアブザンコントロール津村健二、対するは、あ、先手はウィリアムさんですね。タップインで終了して、津村君の1段目思考囲いから、まあ、このブリマーズを抜いて、どう出るかですね。3点使ってですからね、はい、そしてここは引いてきたカードを公開、ダメージを受けながらのラノワールの攻撃からラクシャーさんのシアターへ。これに対して津村健二君はトップをそのまま
戦術でトップに置いてターンエンドと。このラクシャーサが死ぬことはおそらくこのターンはないので、伸び伸びとアタックに行けることでしょう。そうですね。さあラクシャーサアタックして、さらにパンプアグレッシブですね。これはバスケで決めると、おーなるほど、1マナクリーチャーがいたので問題なくライフは削りに行きました。2マナはラクシャーサのシアタのパンプアップに使って、1マナはフェッチから出して、始まりの木の管理人。これに対してつむら君はセットラウンドのみでターンを返します。ハンドも結構強いんだよな、ジェンセンの。はい、サイが見えてるんでね。あれタシグルですか。はい、タシグルです。タシグル、ラクシャーサのシアターへサイを、あ出れる。サイもタシグルも両方あると。ケアしながら、はい、さあアタックして、ここはサイを出して、さらに3点ドレイン。ライフは10対20 20ですかね。大きく差が開いて、さあここはつむら君の返しでサイ、17対10。ただな、3体が殴りかかってくるから、はい、さあこれはもうダメージ最優先。アタックオールイン、このアタックをサイをブロックして受けたいところですが、さあつむら君はサイでサイをキャッチ、抜けるダメージは何点になるか。真剣ですね、もう。いやこれは起動した、オフ方とも、オフ方ともバスケを忘れてるんじゃないかというぐらいの。さあそして管理人の能力を起動して、4点のダメージが入、5点のダメージが入り、須村健二さん残り4ポイント。ライフが大きく、ライフは開いてますが、さあ間もなく3分、バスケタイム来るかな。さあこれは、これはもちろん皆さんお待たせしました、バスケボールタイム。バスケボール、ゴーゴーゴー。さあジェンセンがここで決めれるのか。さあお待たせしました、ニコニコ超会議名物ジェンセンストーム。さあそれに対してつむら君が、進化のアドバイスで進化したつむら健二、落ち着いて15本入れれば45点なんだ。ジェンセンはね、落ち着いて15本、15本でいいんだ。確かに。さあしかしジェンセンストーム止まらない、プロバスケットプレイヤーではございません。そうです、バスケットプレイヤーでは、おっとこれはチャンスだ、チャンスだ。ちょっと年齢が出てる、ジェンセン年齢が出てきてる。ちょっとジェンセン疲れが出ているか。しかし、あー来ました、また復活したのストーム稼ぎ、ありえるぞ。つむら君、つむら君11ポイント、落ち着いて15本入れよう。落ち着いたらジェンセンはもっと入れそうだけども、はい残り2秒、そこまで。さあマジックラウンド戻ってください。35 39点 35 39、ライフリンク4ポイントゲイン、4点はつむら4ポイントゲイン、ゲイン、ゲイン、回復。さあゲインしたのでゲーム再開です。さあまだ4点なんで、なんて情けない、普通に3倍を認めましたね。はい、4点なんでね、焼け石に水感はあるんですよね。まあそうですね、相手の今違いますか。これはお、サイが2体目ちょっと変わりましたね。この最後2体目で3点さらに回復、4点ゲインがね、13対10まで来ましたから、はい、迫ってきましたね。さあ、つむら健二、バスケットボール3倍掛けをものにするか。3倍掛けを見事に利用して、ジェンセンさんダンクとかして疲れてますからね。そうですよ、それに加えての3倍掛け。さあ、戦術でトップを見てターンエンド、タシグルとラクシャーサは出さない、出さないですね、はい、全体破壊へのケアなんでしょうか。ゴマナ立ってますから、どう動いてくる。さあここは戦術、まあ、再生持っててもパンプアップは2回しないとダメだし、ここでさあここはタシグルがキャストされてターンエンド、管理人を最優先ということで、
管理人が今2段階目ですね。トランプルとライフリンク、まあでかいか。さっさと88にして殴っていきたいって感じでしょうか。88のトランプルライフリンクはやばいですもんね、はい、ゲームを終えますからね。おそらくターンを返して次のつぶらくのターンエンドに1回起動して88、次の地元ターンで13-13アタックはありえるんじゃないでしょうか。カウンター11が5個乗るんですよね。はい、そうです。今つぶらくが触ったカード、始まりの日の管理人がこのゲームの焦点になってますね。今プラス1カウンターが 5個乗るとサイズが5段階上がるということで、はい、さあマジックを初めて見る方にはちょっと分かりづらい盤面かもしれませんけども、現在行われているのはバスケマジックですからね、森本さん。そうですよ、ただのマジックではないです。今津村健二君が4ポイント回復しております。はい、それによって12-9と、はい、これ本来なら12-5なんですよね。そうです。さあ、おっとだいぶそうきましたか。エルズペス、太陽の勇者エルズペス追加で、これはフィニッシャーたぎれるカード、88にしたのか。さあレベルが上がりましたね。さらにプラス1カウンター、ここ乗って88。トランプルが2体と破壊不動、起動さえすればパンプアップもできて再生持ち、はい、そして順調にマナが伸びて、サイトもう9点なんで削りに行くでしょうね。サイト、管理人、管理人がね中途半端なブロックだとトランプルで死んじゃうので、1マナだったクリーチャーが、はい、この管理人には全力に行かざるを得ないと。さあトランプルがあっても1点プリベントのために、兵士トーク2体でブロックしつつの管理人はタフネス5-3体でがっちりブロック。タシグル、サイ、兵士と相打つでしょうか。相打ち取りに行ったんですね。難しいね、はい、これ難しいですね。この局面難しい。ちょっとこれはなんかマジック相当詳しくないと難しい局面やね。これこれはかなり難しいですか。4分経過ですけど、はい、ちょっとこの盤面は見ましょうか。解決までは見たいですね。そうですね、このブロックのやり取りだけは。13-13、さあ13-13、13-13でもどこまで、え、何日か、何日かと、サイズだけアップしてターンエンドですかね。なんでサイが1体残るんですね。サイが1体残ってます。サイとエズブスが生き延びて13ゲインですからね。ジェンセンさんが今の13点ゲインはでかい。さあ時間もいい感じになってきましたね、まあ、5分見ようかな。ちょっとマナも伸びてきて、お互いもう最終段階突入ですね。エルズペス対ジェンセンさんのクリーチャー、そしていい感じにバスケラウンドに入ってゲームが終わるかという感じですけども、バスケットボールタイム。さあこんな真剣にマジックやってからのバスケットボールというね、あと7点でしたっけ。7点ですね。でもつぶらくん3倍なんだ、得点が3倍がプラスシェンハーの、しかしまあジェンセンが超怪奇名物ジェンセンストーンまた入りましたね。ジェンセンがねもうボケないです。もうねジェンセンノーボケですね。これはもうバスケットボールで決まるんじゃない。もうこれはね、これはバスケキル、これで決まると。だってこれはもう音ゲーですね、本当に。ボールの動きあれが一番綺麗な三角形ですよ。くるくる回ってジェンセントライアングル出た。ジェンセンの出そうですね。ワールドレコードが、ワールドレコードいきそうですか。これはワールドレコードいくかもしれない。これ今のところね、シャハール・シェンハーさんの46がワールドレコードですけども、3-2、そこまで。さあジェンセン、スコアが40点、40と45点、45 45ダメージという
5ダメージトゥーユー、5点を当ててきた。いやしかしこれ3倍ですからね、津村君は。津村君、津村君言ってきますけど普通に負けてます本当だな。もうだいぶ、もう多分この試合、はい、4回負けてますよ、津村君は。なんか普通に5ポイントダメージ 4U みたいに言ってますけど、はい、あなた負けてますからね、本当なら。行きましたね、恥も外部もなく。いやー、慣れない英語で5ダメージ 4U と言ってましたけども。あ、盤面はね、もう津村君が結構押してますから、まあ、コントロール気味なんでね、はい、時間が長引けばそれだけ有利になりますと。だって自分が7点しかないのに相手にポイント入れてきましたから。はい、さあヒーローズダウンフォローでエルスペース落とされて、よく持ってるな。さあしかしこれ次のゲームがぼちぼち始まるんですよね。そうですね、ちょっと見たいんですけどもね。でもね、もうちょっと大丈夫です、時間は結構巻いてたりしたんで。いけそうですかね。ここ1回見ます、ここ1回見ます。 OK です、森本さんの判断任せます。あら、時計忘れてた、時計動かしますね。バスケで終わると思ってたので、はい、次のバスケラウンドは何分から開始しましょうか。ちょっと様子見ましょう。はい、このまま勝負がつく可能性もあるんで。スモロクが乗ってきましたからね、ついに。盤面はお互いに対してくると包囲祭が睨み合うという本当に難しい展開。でも、はい、ハンドに祭が戻りましたよ、はい、戻ったので。この一枚一枚がしかも誕生秒も見えたと。本当は全然負けてるのに普通の何食わぬ顔して、言うなればゾンビですからね、今津村君は。津村は今ゾンビとなっている。ゾンビ津村がゲームを続けているぞと。まさにタシグル。本当だったらさっきのバスケラウンドで余裕で負けてます。25点食らってますもんね。食らってます。それを5ダメージというと置き換える。面の皮の厚さも電動プレーが必要かという感じですけども、これはそういうゲームですからね。そういうゲームです。ジェンセンさんは普通のマジックじゃないので、はい、ジェンセンさんもその3倍伸びましたから、はい、そこまで言うのはやめよう。もうそこまで言わない。かわいそう。そこまで言わない。まあ、ジェンセンさんも3倍で OK って言いましたから。またいいカードが見えたが、バスケ関係なくね、面のバスケに関係なく、面の皮が厚いのは昔からやもんね。面の皮が厚いのは昔からですか。昔から。なるほど、ローリーさんのフォロー入りました。スラムカはバスケ関係なしで昔からと。いやしかしね、このルールでもジェンセンさん真剣にマジックやってくれるのは嬉しいですね。何かそうですよ、ありがたいことです。はるばるアメリカから来ていただいて、余興といえどマジックはマジック。強いね。強いっすね。ドロマカコマンドが手札に入って、今のは強いな。タシグル強すぎですね。強いね、こうなると。そしてこれはもう盤面だけでおそらくスムラクの勝利見えてきたか。さあ押してますかね。さあ価格が価格を打って、さあこれ以上長引くようならば、そうですね、長引きそうな雰囲気も出てきましたが、雰囲気はありますが、だいぶ盤面が並んできたのですが、さあこれはまだ決着がつかなそうですね。はい、タイムアップ、タイムアップ、タイムアップ、ドロー、ドロー、ドロー、タイムアップ、タイムアップ、ドロー、ソーリー、先生ソーリー、タイムアップ、ドロー、さあ、電動同士の一戦は残念ながらタイムアップですが、いい勝負でした。ね、盤面がだいぶ長引きそうだったのでこの後もあるので。はい、ちょっとね、我々の判断でタイムアップさせていただきました。はい、まあでもハンデをもらってましたからね、バスケットハンデを。スリーポイントハンデでこれですから。すごいです、すごい戦いでした。でもあっから見たかった。